どれにしようかな。どう強くしよう。入れる場所は、何入れようかな。考えすぎかな。考えすぎかな。材料は、考えすぎかな。何入れようかな。何入れようかな。材料は、入れる場所はどこに入れよう。どこに入れよう。考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。何入れようかな。考えすぎかな。材料は、何入れようかな。考えすぎかな。考えすぎかな。材料は、何入れようかな。入れる場所は、考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。材料は、何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、材料は、何入れようかな。
何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。どれにしようかな。ただいまって誰かに言う感じでもないね。確かにクラウディアの言う通り目まぐるしいかも。港でアガーテ姉さんに話を聞くみたいないつもの眺めもねえしな。拍子抜けっつうか。ご挨拶もせず、なんとなく島に顔を出していいものなんでしょうか。挨拶は後で改めていこう。あ、でも研究の結果次第でまた急に出かけることもあるのかな。こうなったら出かけるのも帰るのも誰にも言わないとか。島に実家があるタオ君たちだとそれもかえって難しそうだけど、故郷に帰るというのもそれはそれでいろんな気遣いがいるんですね。ただの旅行から帰ったわけじゃないぞ。あまり気を緩めすぎるなよ。あの島がすぐそこにあるわけだしな。故郷なのに敵のまんまへってのも妙な感じだぜ。今すぐ乗り込むこともできない敵、見つけるとこからやらなきゃいけない敵か。なんせ世界の壁の向こうに隠れておるからの。もっとも先方はこちらが敵視しているとは知るまいが、この無頓着さ、知った上で放置している可能性もある。排除するだけの力には困っていないだろうしな。面白くない話だね。ライザー、先の見通しはついているのか。調べたことやもらったものにじっくり向き合うつもり。当分は島にいるかな。みんないざという時に動けるようにだけはしておけよ。万象の大天に関係のある島か。興味深い場所だね。え、どこに行くのさ。そうだな、島に戻ってきたし、ちゃんと家に顔を出しておかないと。最近目まぐるしくて時間もあんまり取れてないし、今日はゆっくりしよう。お帰りなさい。お帰りなさい。さてと、何をしよう。
冒険。さてと、何をしよう。ここにしよう。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな、空間島はまだマシに見えるぜ。ただいま。おや、宝刀娘がやっと帰ってきたよ。宝刀娘とはひどいな。詳しくは言えないけど、人のためになることをやってきたんだしさ。おかえりライザ、今度もお土産とお土産話はあるのかな。そりゃもうたくさんね。また無茶してるんじゃないかと気が気じゃないよ。頼りになるみんなと一緒だから大丈夫だよ。その皆さんが島にいる間に一度お世話になってるご挨拶に回ろうかね。ちょっと恥ずかしいからやめてよそういうの。でも父さんも少し興味があるな。お父さんまで？よし、今日からまたアトリエで研究ね。大変だけど着実に近づいてる気がする。どちらへ向かいますか？それにしてもこんな群島が突然現れるなんて不思議ですね。この異空の海図、見方は全然わからないけど、実際に転移して一つだけ特徴が分かったよ。おお、聞かせてくれ。転移した瞬間、この中に見えている星空が丸ごと大きくぐるっと動いたんだ。他にもいろいろいじってみたけど、動きは全くなかったから間違いないと思う。ではそいつは錬金術で込めた力を発動させるといった類のものではなく。うん、この星空は地図や海図のように何かを図として示す、文字通りの海図だと思う。異空の海図に異空はどう見る？この星空全体のことかな。私これを見ててなんとなくではあるんだけど、星が何を示してるか一つ思いついたんだ。本当にただの直感でしかないんだけど。私も今お前の話で思い至ったことがある。おそらくその星の一つ一つが門かな。やっぱり星空が動いたのは転移によってこの世界の門の座標が変わったからと考えれば納得もいく。これ普通に移動してたら気づかなかったね。長距離を一瞬で転移したことで星空の動きが見えたし、でも星の輝きがちょっと弱くて詳しい観察は難しいんだよね。とはいえ研究結果は着実に積み上がっている。それ自体は喜ばしいことだが、しかし奴らの開けた門はそのうちどれだけあるか、10分の1、半分、9割、
それとも逆に。アンペルさん、暗窟の奥で見た機械のことだけど。なあ、やつらの機械に力を送り続けていたのも門の応用技術、あるいは門そのものだろう。クリント王国が莫大な資源と労力を費やして作った門を捨て置く機械一つにまで開けているわけだ。まったく、人の気も知らないで気軽にあちこち穴が開くものだ。アンペルさん、すまんライザー、直接ヤツらからの干渉を受けるお前の方が大変と分かってはいるんだ。そんなこと私は。少し外の空気を吸ってくる。アンペルさん、どこ行っちゃったかな。隠れ家の方に向かったみたいだけど。どこに行きますか。なるほど。森の中は苦手です。どこも同じに見えて分からなくなってしまいそうで。アンペルさん、こんなところに。なんだ、わざわざ追いかけてきたのか。久しぶりにここの景色をゆっくり見たいと思ってな。アンペルさんも感傷的な気分になることあるんだ。私を何だと思ってるんだ。アンペルさん、少し生意気なことを言っていいかな。いいぞ、今はたしなめる気にもならん。アンペルさんが落ち込んだのは晩鐘の大典一派の負けたもんが多かったからじゃないよね。もしあの星空のほとんどが竜の風跡みたいな自然門だったら、そう思っちゃったんでしょ。そうだな、言葉にするとそうなるか。自分の卑怯さは理解していたつもりだったが、所詮は頭で分かったふりをしていただけだったな。実際に世界の大きさに直面して立ちすくむだけと、人の手に王連族とその世界を二度と触れさせまいと、あれほど強い気持ちで誓っても、一人よがりどころか私の行為の有無すら意に介さず、世界は無数の門を開けている。私は一体何をしていたんだろうな。でも私たちにとってアンペルさんとリラさんは。お前の気持ちは分かっているし嬉しいさ。だが私たちの旅にも私たちの目的があったんだ。人間年月を経ると心の赴く先を変えにくくなる。自分の生涯をかけるに値すると誓ったならなおさらな。その誓いが無意味となり、かつて私を追いやり同じく全てをかけて挑んだ旧友もまた挫折していた。常人より長い私の生はいたずらに時の中をさまよっているだけなのではないか、ふとそう思ってしまう。アンペルさん、門とどう向き合うのか。アンペルさんだけじゃない、私もよく考えないと。とはいえそんな簡単にはまとまらないな。ここにしよう。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。レントまたやってんの？え、ライザか。なんでお前は毎度俺を見つけるんだ。レントの隠れ方が下手なんでしょ。
それよりレントが隠れてるってことは、やっぱり。おかしいな、前にちょっと背中を押したから特に解決してるはずなんだけど。やっぱりお前が薬屋に行くよう言ったのか。おかげで親父のやつ毎日薬屋で手紙の答えを探してんだぞ。そりゃ薬屋に行けとはアドバイスしたけど、まさかあれから見つからずずっと探してるとは。ん？ちょっとレント、手紙の答えって、あんたあの手紙に込められた意味知ってたの？いや違う、意地悪してたわけじゃねえよ。ただその分かってるよ、今さらどう言えばいいのかわからない、自分からは切り出しづらいとか、そんなとこでしょ。でなきゃわざわざ覗いて心配なんかしてないもんね。心配はしてねえよ、それこそ今更ってやつだ。散々俺にも村の連中にも迷惑かけといてよ。でもレントは島を出てからのザムエルさんのこと知らないでしょ。そりゃまあそうだけどよ、ライザがそこまでかばうほど変わったってのか。変わるというか、どうすればいいか分からずぼんやりしてたかな。乱暴なこともしなくなったよ。へっ、そりゃ俺に勝ち逃げされたからだろう。かもしれないけど、そのレントがお母さんの手紙を渡したことがきっかけにはなったんじゃないかな。きっかけって何の？停滞してる今から抜け出そうとはなく、きっかけ、そのジタバタぶりは身に覚えあるでしょ。俺はあの頃の親父みたいに邪魔はしねえぞ。変わろうって気があるなら変わらせてやるさ。答え教えちゃうの？すぐには教えねえ。母ちゃんとのことを山ほど思い出させて、頭から答えを引き出してやる。親父に向き合えって言った俺こそが、向き合う覚悟を固めてなかったみたいだ。ありがとな、ライザ。どういたしまして。それより仕返しのつもりで意地悪しちゃダメだよ。わかってるよ。助けてあげられないでしょうか。みんなそれぞれ悩んでることがあるんだね。私もどこか行くのか。アンペルさんも。いろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。アンペルさん。なんだ。アンペルさんが長生きなのも錬金術の結果なの？前にも一度だけリラさんが言ってたよね。随分といきなりだな。長生きな理由はどうでもよくて、長ければ長い分だけいいこともあったんじゃとか、自分ではふらふらよれよれしてるつもりでもちゃんと意味のある場所にたどり着けるんじゃとか、錬金術だっていっぱい研究できたし、辛いことがあった後でもリラさんには出会えたわけでしょ。お前たちにもな。え？いや、それで。だからさまよってるだけなんてことは全然ないと私は思うわけで、そんなところ多分。お前というやつは本当に
あの城に救ってた連中と真逆だな。連中は私がどう生きるかなどどうでもよくて、ただ長生きな理由だけを知りたがったものだが、少し昔話でもしようか。リラ、お前もくだらん見張りなんかやめて中で聞け。リラさん？付き合いの長い分だけはわかるものさ。もう100年も昔になるか。女手一つで私を育ててくれた母が病でこの世を去る寸前、こう言った。あなたがゆるりと時を飛ぶように秘密の術をかけましたとな。お母さんは長命の秘術を実現したすごい錬金術師だったってこと？自分は病で死んでしまったわけだが、おそらくな。私は母の遺言を理解できないまま年を重ね、己の老いの緩やかさ、母の遺言の意味にようやく気づいた。錬金術に興味を持ったのはそれからだ。母譲りなのか、幸い才能はあった。様々な場所で学び、長く実践を続け、やがて王宮に召し出された。そこからは以前に少し話した通りだ。錬金術師の犯した悪事が気に食わないと私が思うのは、おそらく私の全てが錬金術で作られているからだろう。ずっと昔から錬金術が人を苦しめてきたのなら、その錬金術で時にとどまり得る私の手で償いたかった。だが、私のやり方は見当違いだった。事実は、私のちっぽけな思惑などを押し流すほど、大きく無情だった。まったくお前の言った通り、ふらふらよれよれと。これでは、夢に飛ぶどころではないな。夢に飛ぶ？母の口癖、いや、歌だったか。希望に満ちた内容だった気がするが、すっかり忘れてしまったよ。アンペル、お前弟子には口が軽いな。だらだら愚痴などみっともないと説教されるかと思ったが、弟子と一緒にじゃなく、まず自分にだけ秘密を明かしてほしかったんじゃないの？生意気言うな。50年は早い。ごめんなさーい。随分と立派になったものだな、ライザ。皮肉にしか聞こえないんだけど。行き先は決まっているのか？いや、半分本音だ。頼みたいことがある。向こうで話せないか？すまないな、ライザ、呼び止めてしまって。いや、全然大丈夫だよ。どうしたの？お前に一つ調合を依頼したい。調合？いいけど、何を？これだ。急いで書いたから雑だが、お前なら大体わかるだろう。完成したら、そうだな、隠れ家にアンペルを呼び出す。そこに持ってきてくれ。何を作ってほしいのかは分かったけど、これは？オーレン族に広く知られる遊び道具だ。へえ、どうしてこんなものを？どうしてもだ。あとこの調合のことはアンペルには絶対に言うな。はいはい、知られたら、まるで子供だなとか絶対からかわれるもんね。それにしても、リラさん絵が下手。お前本当に生意気になってきたな。
なんだろうこれ、風車？よくわからないけど、もらった図を元に作ってみよう。それにしてもリラさんは何をしようとしてるんだろう。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所はどこに、入れる場所は、よし行け。うん、完成。何作ろうかな。よし、ひとまずできた。リラさんは隠れ家に持ってきてくれって言ってたっけ。どこへ向かう？ここにしよう。どうしたんだ二人とも。さあ、私にもよく。しばらく落ち着いて思い出していた。お前の母が言った夢に飛ぶという言葉、それはこんな歌の一節ではなかったか。あなたは今より翼ある鳥、あなたはいつかの夢に飛ぶ鳥。そうだ、確かにそんな歌だった。しかしなぜお前がそれを。その歌はとある人々が愛する我が子に未来の幸福を祈って捧げるものだ。この風車とともに。とある人々。風をまとい鳥のように舞う自由なる風衣、我らがオーレン氏族の一つだ。カライデアスに確かめた。あの風跡から旅立った風衣氏族はたった一人。長い灰色の髪に薄青いまだらが見える、穏やかな雰囲気と眼差しの女性だったとも。それは母と同じ特徴だ。お母さんが一人でこっちに来たオーレン族ってことは、アンペルさんってオーレン族とこっちの人間の。アンペル、お前は錬金術に縛られてなどいない。お前に与えられたのはオーレン族の祝福だ。まだ錬金術師の犯した悪事への怒りは湧くか。ああ、ならばお前はただお前の中にある心でよりよくあろうとしているだけだ。良き錬金術師アンペルフォルマー。リラ、なんだ。お前は全く容赦のないやつだ。それを聞いても私はどうすればいいのかさっぱりわからん。だが夢には飛べそうか。翼に重さは感じないな。今感じているのは飛べない辛さじゃない、自由の広さと怖さだ。なら勇気を出して飛べアンペル。風の衣と白き牙がお前を守るだろう。わかった、見ていろ。まだ私がいるんですけど。森の中は苦手です。どこも同じに見えてわからなくなってしまいそうで。依頼を受けてくれて感謝する、ライザ。ライザも、どちらへ向かいますか。に戻ってくれ。一休みできる。空剣島に来るときはいつも何かしら事件に見舞われている気がするのだが。あれ、お父さんとお母さん、レントの家に何か用でもあるのかな。
れ、ザムエルさんどこかに出かけるの？おや、やっと見つかった。みんなで探してたんだよ、ライザ。探してたって、私を？親父が旅に出る前に一言礼を言っときたいって頼むからよ。まあ、選別代わりに聞いてやろうと思ってな。ザムエルさんが旅に…あ、もしかして、あいつに会いに行く。まずは手紙を渡したって町にな。いなけれ探してまた次の町だ。そっか。手紙のこと教えてくれてありがとうよ。まさか手紙自体に酔いざましが抱きしめてあったとはね。結局正解はレントに教えてもらったんだ。散々いびられたが、最後にようやくね。俺や周りが受けた仕打ちに比べりゃ軽いもんだ。酔いざまし、あれだけ強く匂ってるのに全然気づかないから、結構ヒヤヒヤしてたよ。ずっとこの家であいつが作るのを嗅いでたってのに、教わるまですっかり忘れちまってた。別れた亭主になんでこんなもんを妙に思ったり、もしかしてって都合よく考えては打ち消したり、グダグダ考えてたんだが結局わかんなくてよ。それで直接会いに行く気になったんだね。ああ、勘違いなら別にそれでも構わねえ。とにかく今の気分にケリをつけてくるつもりだ。ブズブズしてる間に逃げられなきゃいいけどね。フラフラせず、まっすぐ向かってあげなよ。二人で帰ったら祝杯をあげよう。それならレントも文句を言わないだろう。二人でね、全然想像つかないっすけど。つーか会う前にケーキ漬けだって飲んだりするなよ。ふっ、最後までどいつもうるせえこった。見送りなんてこそばゆうことはいらねえ。ここで別れるぜ。じゃあな。うん、頑張ってね。落としどころを見つけたみたいでよかった。これで私も一安心。よし、どこ行くんだ？またアトリエで研究の続きだね。うん。それにしてもこんな群島が突然現れるなんて不思議ですね。錬金術の調合ってやっぱり腰にくるよね。そうだな。調合している時の体勢がどうしても腰などに負担を与えるからな。私も錬金術を覚えたばかりの頃は体が辛いなんて思ったことなかったんだけどさ、ずっと調合してるうちにだんだん肩とか重くなってきた気がするんだよね。体が衰えてきたのかな。そんなものは衰えたうちに入らん。この年になるとな、本当に体が思うように動かなくなってくるんだ。軽々と飛んだり跳ねたりできるその健康は当たり前のようにいつまでもあると思ってはいかんぞ。今の若さに感謝するんだな。そんな年寄りみたいなこと言って。大体アンペルさんだってそんな年寄りって感じじゃないじゃん。そうだな。今回思いがけず自分がその生まれから普通の人間より長命の種だということは分かった。それから私は見た目も錬金術の力でごまかしている。
だから外見は確かに若く見えるかもしれん。だがな、ライザのような本当の若々しさにはどうしたってかなわん。そうなんだ。私、アンペルさんにはずっと元気でいてほしいよ。であるなら、もう少しいたわってもらわないとな。特にここ数年は、誰かさんの影響もあって、今までより重労働が続いているんでな。この結晶と石板が…うわっと、石板の力を最低まで落としてもダメか。どうも、この結晶が無理やり石板の力を引き出しちゃうみたいなんだ。せめてこれがどういう現象なのかを検証できれば、門の調査もはかどるんだが、こうたやすく壊れてはな。今のままじゃ、迂闊に実験もできないね。なんだかアンペルさんが初めて見るくらいに明るいんですが、私の気のせいでしょうか。僕らもあんなアンペルさんは初めてだよ。何かいいことでもあったのかな。研究に目覚ましい成果は出てないんだよね。今も苦戦中に見えますが。ふむ、なるほどの。なんかわかったのか、カラ。そんなもの本人に聞いた方が早いのではないか。なんで急に明るくなったんですかって、そんなの聞けるわけねえだろう。いや、そちらではない。当事者はもう一人おるじゃろう。もう一人？何もない。ないぞ。そっちはあまりいじらない方がいいんじゃないか。迂闊に触ると大暴れしかねないぞ。それならそれで楽しかろう。だいたいあの二人はお互い本音を隠しすぎる。ライザネ、あの銀ももっと使ってくれよ。使ってるし役に立ってるよ。ディアンの見えないところですっごくね。みんなの見えるところで使ってほしいな。少しくらい壊してもいいからさ。あいにくとあれはそう簡単には壊れ。あ、それだ、でかしたぞディアン。え、そうなのか。これは器具の心臓部に用いられる金属でな、力をよく伝達し、なおかつ頑丈という優秀な素材だ。すぐに砕けてしまう繊細な魔石の結晶を、力をよく流す頑丈な素材で覆う。これなら次の段階へ進めそうな気がしてきたよ。ふふん、俺役に立ったな。なんですかその顔は。